はい、えー、2022年8月の16日の雑談配信です。いやあ体調が良いので今日はちょっとゲームなんかをしましたあ。マインクラフトをちょっとやりましたね。えー、<laughs> 砂を削ったら全部ボコボコボコって落ちて今線路引いてるんですけど線路が全部無駄になりました。<laughs> せっかく引いた線路の周りを整地しようとしてさ それで、こうね、平らにしようとしてたらさ、なんか、そ、そこが結構な、こう、深い谷間になってるところに、こう、うっすらとこう、砂が被さってたんだね。全部なだれのように崩れましたね。はぁーっ,つって、はーっ,ってなりましたが、えー、<laughs> 体が元気になって一番最初にやったことがマイクラなんだなーなんていうふうに思いましたね。絵でも描けばいいのにと思って。 ずーっとマイク、3時間ぐらいマイクロやってました。よろしくお願いします。えー、今日何の話からしようかな。ゲームの話からだから、RTA Japan の話からしようか。えっ、ー、と、RTA Japan で見逃したやつが YouTube でアーカイブ化されてるので、えー、見逃したやつで見たかったなと思うやつをちょろちょろ見てました。で、その中で面白かったのが、 えー、ドルアーガーのと PC エンジン版のやつが面白かったですね。や,やっぱりあの、解説もプレイも自分でするっていうあ、あのスタイルがいいんだなとと。僕が見る分にはいいんだなって。負担は大きいんでしょうけど、プレイヤーには。面白かったです。あの、まあ、何が面白いかっていうと、冷静沈着な説明をしようとしている中で、ちょっとしたミスで、あははーって。 驚く様が面白くって。まあ、あそのギャップですよね。えー、あれ本当に驚いてないんじゃないかなというね。あのみんなを喜ばせるためにあのテンションで驚いて見せてるんだろうなぁと思いながら、あー見てました。半分ぐらいは本人の所要もあるんだろうけど。だけど、その、 自分が面白いって思ってるそのおっちょこちょいな場面ですよね。冷静にプレイしてて、何かこう敵に、あの、攻撃を受けたりとかして、びっくりしたって時に、わーってびっくりするときに、あのー、どういう対応を取るかなんだろうなとか、キャラクターなんだろうなっていうさ、キャラクターが良ければそれをわ笑う場面として受け取るし、キャラクターが悪ければ、なんだこの RTA はっていうさ、 風になっっちゃううていうねあのやってることは一緒なのになんでこの人は笑えてこの人は笑えないんだろうっていうのをちょっと思ったりとかいたしましたね。まあ同じように最後の人道ってやつも面白かったんですけどこれも一人でやってる人でだけどただただ一人で喋ってるだけでこ,この人にはついていけないっていうような感じも含めてね。 ゲーム上手いんだろうけどっていうのが <laughs> あったりとかして、えー。でもそういう勝手なものも許すのも RTA ジャパンなんだろうというふうにも思ってみました。それはだからね、この、なんだ、あのー、昨日、昨日話したドラクエの RTA あんま好きじゃなかったっていうことでも、やっぱ当てはまってさ、あの、YouTube で、あのー、ね、ゾーマ戦で4連敗したっていうところとかもさ、 見たんだけどさ。だからね、ね、そういう舐めた、舐めたことしてっからだよっていうふうに思う感じなんだけど、内容としては、マイクラのレースとドラクエの、ドラクエ3のレースは同じことやってるわけですよ。うーん。だから、何が悪いんだろう、ドラクエはって。まあ、だから、そのね、その、人の悪口言ったりする部分でも、マイクラも、あのね、 ベッド作りやがってみたいなさ、RTA なのにベッドを作ってちきったみたいなあことを言ってるわけで、それを面白いと、受け取るのと、ドラクエのレースでさあの、失敗しろって祈ってるみたいなのとかっていうのがさ、近いような表現ではあるんだよなと思ってねう、この面白さの定義みたいなものがちょっと揺らいだりとかしてますね。 でもやっぱ僕はその他人数でやるとその要は他人数でやってるとキャッキャキャッキャやってる部分でそこに混ざりたいという意識であのコメントを書く人たちもそこに入っていきやすいと。だから喧嘩してればしてるほど混ざっていきやすいっていう部分でもあるんだろうなとは思うんですけど僕はやっぱり一人で喋って一人でゲームプレイしてそれを見てもらってパチパチパチっていうような メタルスラックとかの RTA やってる人好きだなぁって思うのはその辺だったりとかするのかもしれません。だから一人でやんなきゃいけないからいろんなスキルを上げなきゃいけないからさ、おしゃべりのスキルと、プレイスキルと、あとはその、その配信をしてる流れをこう俯瞰で見れる感じとかね。 えー、そういったものがやっぱ必要になるから、一人でやってる人の方が、あ僕はちょっと褒めがちになるななんていうのを思いました。えー、以上です。SNS をいや,やってませんでね。あの昨日からもう Twitter とか見ないっつって、どうせ怒るだけなんだしと思って、Twitter、えー、見ないように したらですね、えー、だいぶいいですね、やっぱり。あの、なんだかんだで、見ないようにしてても、その余計な情報が入ってくるのがツイッターだからさ。あの、で、だいたいそんなのは、あの、こんないいことを見つけたっていうニュースはあんまないので、その、誰かの嫌な、こと。僕はこんな嫌なことを嫌に思ったっていうものに、 え、左右されちゃうものだから、やっぱ見ないに越したことないんだな、と思いました。あの、どうせこの SNS 立ちも3日ぐらい経てばいいだろうと思ってるので、これから1年ずっと見ないとか、そういうことじゃないので、あと2日、SNS 立ちをできたらいいな、なんていうふうに思います。えー、っと、Amazon プライム。 今テレビで CM してんだ。Amazon プライム、のび太のドラえもん、なんたらかんたらっていうのが、a z o n プライム会員なら無料って。プライム会員じゃなければ無料じゃないんだねって話なんだけど、だから最近そういう詐欺的手続きというか、 な嘘は言ってないんだけど、肝心なことをはっきり言わない CM とか、あ増えたなと思います。なんか割引したように見せたりとか、ポイント還元とか、まあそんなことをすごく、えー、言われるなと思ったりとかして。えー、ちょっともうねあのピ、ピザが面白くてな。2800円のピザを4人分の家族で割れば、 <laughs> 700円とかっていう <laughs>。<laughs> あの、その計算を、なんか違うくないっていうのを、堂々とその値段を安く言えればいいっていうさ、ちゃんと正規の値段も出した後で、だからなんだっけ、あの、保険のやつでさ、缶コーヒー、1日1本の缶コーヒーの値段で保険に入れますとかさ、ああいうのを、 なんかなぁと思ったりとかしますね。いつも引っかかるんですよ。amazon プライム。ね。プライム会員なら無料って、どういうことなんだろうって。ブラプライム、a m Amazon か、プライムの会員になってる人とプライム会員は別なのとかさ、そこは説明してくれないっていうさ。なんかね、あの、 うん、引っかかるなぁと思います。こういう言い方をしてるってことは、プライム会員に誘導してるってことなんだよなぁと思ったりとかして。でも、ドラえもん見たさにプライム会員になってもなぁと思うし、あとは、そのいわゆるそのアマゾンの会員になって、プライム会員になって、ほんで、動画が見放題になってるかってうと、そうでもなくて、えー、会員になって、さらにそこから300円払ったりとかしなきゃいけないとかさ、あれがよくわかんないんだよなぁと思ったりします。 まあ、その点、ネットフリックスはね、その、最初の会員料がちょっと高いんですけど、今高くなっちゃったんですけど、今800円 ?700 円がな,なんかになってて。でも、その、ネットフリックスに入れば、全部見れるっていう、安心感はあるわけですよ。あと、ネットフリックスの独自コンテンツは絶対にその、無くなることはないから、その、独自コンテンツで見たいやつとかさ、 あのー、なんだ、あれ、ストレンジャーシングスとかさ、あの辺見たい分には、ネットフリックスの方が嘘がなくていいなっていうつ。追加料金とかお前また払えよっていうのは、なんか、せっかく会員になったし、これは見たいし、払えって言われて払わなきゃ見れないんだから、じゃあしょうがない払いますっていうのが、なんかね、どうかなと思ったりするな、アマゾンの、 アマゾンのダメなとこだぞと思ったりはするけど、そういうことしてるところが一番儲けるのでね。このアマゾンプライム、プライム会員なら無料っていうのは、とても嫌なものだなと思いました。まあでも見たいもんあんまないしな。あの、本当エヴァンゲリオン見るのにアマゾンプライムが必要ぐらいなもんで。 それをいつにしようかなって思ってるぐらいなんで。でも、僕が知らないので、そのね、アマゾンプライムの会員になったから、エヴァンゲリオン見れるぞと思ったら、いや、待ってください。ここでまた課金が必要ですよ。とか言わななんか、会員になった後に開かれる、またはな、ね、そのもう一段階の扉みたいなさ、有料会員の扉みたいなのをさ、 開けないといけないのはどうかなと思ったりする。そういうのが事前にちゃんとわかるように説明していただかないと。などと思いました。まあ、こんな感じで、SNS やってないと、その、その日のニュースとかよくわからんから、<laughs> でもわからなくていいなと思う。わからないと何をするかっていうと、やっぱ個人的な話になるので、ーね 個人的な小さい話になるので。でもそれでいいんじゃないかなと思ったりとかもしております。で、ね、今日思ったのは、その、相変わらずなんか政治と宗教みたいなのでさ、話があってさ、こ、こいつがなんかやってたとかね、いろいろほじくり返してやってるくけどさ、やっぱ、それ、政治家だけでいいんですかみたいな、話があってさ、 その、スポーツやってる人とかさ、野球選手、サッカー選手、バスケ、なんでもいいや。ああ、すべての選手の、うー、が、どういう宗教に属しているのか。もしくは、そのチーム自体が宗教からなんか献金とか受けてないのかとかさ、あそういうことには一切触れないよね。読売ジャイアンツの、あのー、 まあ、実はどっかと繋がってたとかさあの、今、どっかっていうのは分かんないからどっかって言ったんだけど、サッカーでもさ、ベルディ・川崎のその支持母体は実は宗教だったとかさ、ね、だってお金があるんだからそういう、あとはスポーツなんかにもね、その宗教で集めたお金で地域貢献しようなんつう名目でさ、うん、そういうのがあるかもしれないわけじゃん。 あ絶対にその宗教からのお金はもらえませんっていうそういうスポーツのね、あとなんだ、卓球とかさ、卓球うまい人たちとか、あ,あとゴルフとかう、ゴルフは個人のプレイですけど、その個人の人が宗教に所属してるかどうかっていうのもあるわけでしょ。う僕、ゴルフでいつも不思議なのはですね、まあ人気者だからっていうのがあるんでしょうけど、あの ハニカミ王子ってうのがいましたね、昔ね。あの、いつもニコニコしてっからハニカミ王子ならしいんですけど、まあ、ハンカチ王子が流行ったあたりの、あのー、いやね、ね、人なんですけど、あの人ってさ、勝っても負けてもニュースに出るじゃん。なんでって思ってさあの、あの人よりも優勝して、成績のいいゴルフプレイヤーで日本人の人がいた時でも、ハニカミ王子の、 話をしてるなって思うんですよねあれをだから振り返ると、まあ人気者だからっていうのがあるんだけど、でも本当は特定の宗教に所属してる人で、その宗教のバックアップでこれをニュースにしろっていう風な圧力がかかって、勝っても負けてもやってんじゃねえかっ,つって。大谷翔平だってどうなのかわかんないんですよ。あのー、ね。あの、大谷翔平が勝っても負けてもニュースになるとか。 鈴木一郎がニュースになるとか、ああいうのも、なんかおかしいんじゃないかと。ね、テレビに出てる芸能人で、ね、あのー、宝石箱やっていう人がどっかの宗教のところなんでしょあーだから そので、宗教が母体になってるんだったら、この人を人気者に仕立て上げようっって、組織票でさ、あの人また出してくださいとか、テレビ局にこう、ね、お,お願いしたりとかさ、人気者になる,なるように、えー、仕掛ける。だって、ジャニーズ事務所だって宗教かもしれないんだから。あーって思うんですよ。だから、なんか政治家ばっかだめで、なんかやってるって言うんだったら、全部洗いざらいやってみなよっていう、あそんな風に。 思う次第でありますます、あ、そう言えるのは僕が無宗教だからっていうのもあるんですけど、所属してる人たちには所属してる人なりのうー、でもさ、だからさ、してて恥ずかしくて言えないんだったら、そういうのを宗教やめちまえってやっぱり思ったりもするしさ、あの全然構わないんですよって言って、私は統一、元統一教会信者ですっていうので、めんどくさいね。もあの 生活何千家庭なんたらかんたらかんたら、信者ですとかさ、みんなで行ってみたらいいんだよ、あのー。それで、じゃあこのスポーツ選手は応援しませんってなるのか、いや、応援してる私たちも信者ですし、それが何かっていう、それが世界を動かしてますけど、社会を動かしてますけど、ね、そ,うそういう信者の人も社会を動かしてますけど、何かっていうふうになるわけですから。 ああなんかなーって思ったりとかします。だから、特定の宗教を悪者にするっていうことの、それがどういうことなのかっていうことを、なんか何も考えずに攻撃してるような風潮。あとは、そ、そこだったらいい。だから、ニュースに絶対ならない、あの、もう、もう一個の、ね、あの、公明党の支持母体とかがさ、どうなんだって話なんで、うん、すごいよね。 元統一協会っていうニュースはすごくするけど、政教新聞ごめんごめん、わかんない。<laughs> ああ、ね。あれ、なんかね、僕も電波がなんかもらってて、う思い出せないのかもしれないね。その、公明党の支持母体はね。あれは絶対ニュースになるんだよ。おかしくないかって話になるの。 信仰宗教と言われるものとか、まあ宗教そのものでもいいのだから、全部言っちゃえばいいのにって思いますね。なんで言わないんだろう。なんていうふうに思います。だから、あの、おかしいんだよ。<laughs> 誰かが何かをしようとするときにせ、政治と宗教が繋がってるのは悪いっていうのだけで叩いてる人たちというのは、あ だから、本当は、だから宗教施設よりもお金を持って、あのー、政治家を操る対抗勢力として、なんかお,お金稼いでる何かがやればいいんだよな、というふうに僕は思ったりするんですけど、あまあそうはならないよね、というふうに思います。だからむ、むしろそのペンは剣より強しみたいな感じで、そうやって、ま、毎日毎日、その、 意味のない報道をしている。で、それがけしからんですねって言った後にエンタメニュースでジャニーズとかさ、今はなんだっけな、あの、横浜流星の主演する映画の CM とかやってる感じとかさ。ああ、それはお金もらってやってんですよね、あなたたち、みたいなさ。その、しりがるさで、その、何か正義を語、同じ番組内の枠で、 ん語ってる部分とかさ、おかしくない続いてはスポーツのニュースですなんつってさ、今高校野球やってるけど、あの、高校野球のベスト8の人たち、それぞれの家庭にもやっぱり宗教があるわけですから。ね。あの、こ,この高校生の何々くんは、 何々宗教の2世ですとか3世ですっていう説明も、あの、選手の情,情報のところに出せばいいんだよ。<laughs> それで差別を受けるかもしれないとかって。その差別みたいなのを今、政治家に向けてだけはやっていいみたいなことでやってんのが今なんだからさ。そこまで徹底しろっていう風に思ったりしました。 というわけで、今日の雑談は以上ですねあの。スポーツ選手とか芸能人とかだけ、なんか、あの関わりがあっても言わなきゃいいだろうみたいな感じになっているところとかあー、どうかななんていうふうに思ったりするんで、まあそんな感じです。SNS を見てないとだいたい話題こんなもんです。<laughs> <laughs> でも、それでいいんじゃないかな。あのー、精神的な負担はどうにもないのでね。嫌なものを進んで見に行くよりは、見ないようにした方が、やっぱいいような気がいたしますね。ええー、まあ、そう、そうやってれば多分、情報に左右されずに、自分の好きなことをやる時間。だから、そういうものを SNS で何かないかって探してる時間がもったいないと思うんで。まあ、慣れてくれば、絵を描いたりとか。 ゲームを作ったりとかっていうのを配信でやり始めるかもしれないんで。えー、まあでも3日坊主ぐらいじゃないとは思ったりしますけどね、えー。というわけで今日の話は以上です。ありがとうございました。終わります。